そうね、そうそう、ね、今日平日なんですよ、12月の20か21、それぐらいの日火曜日で、なんか平日のね、この真昼間にね、走っているかと、オートバイなんか乗ってるかと言いますと、我が家のね、カズ、愛犬のガーナ君がですね、今朝方ね、ちょっと大変なことになりまして、朝の3時ガーナ君がね、朝大変だったんですよ、3時ぐらいね。でも結局1時間ぐらい明け方ごそごそしてまして、もうその時点でもう会社行けんわと病院連れてかなきゃいけないしね。なので、まあ、今日お休み取ってですね、急遽お休み取って、午前中そのガーナ関係とかいろいろね、うちのことをいろいろやってて、そんなわけでちょっとお買い物の午後からね、こいつで何しろこの前かごつけたから。すみません、パーツクリーナーって置いてませんでしたっけ、長いボトルの。あ、あったあった、あ、それだねはい、どうも。4本まとめ買いと、このモンキーいいね、前かごつけて、前かご使ってないけど、後ろのこれがやっぱり本当に手放せんね。ではちょっとだけ大回りして帰るか。どうせね、今日娘もね、仕事が休みだったんで、今日2人でね、ガーナ君を病院に連れてきましたんで、牛で多分ね、2人で、今2人とか1人と1匹でまったりくつろいでいるとは思いますので、私もね、ほんのちょっとだけ。どうなんですかね、これ前かご、前かごが、前かごがね、ついたこの動画の感じはどうでしょうかね。右行ってみよっか。年式忘れちゃったZ50J、 ね、前かごつけました、はい、その動画はね、多分アップしてるはず。完成です。はい、モンキーリミテッドエディション、リミテッドエディション、あ、そうなの。はい、前かごつけたら限定仕様になりました。でね、このモンキー50でお買い物、もうお買い物をバイってなりましたね。この前かごどうですかね、いい絵が撮れてますまこれも一つのモンキーらしさというと、ダサいけどこれモンキーらしいよね、これもね、うん、まっすぐ行きます。ちょっと風が収まったかな。モンキー30キロで、いや今、25キロで、あれ黒麹じゃないよね。お、なんだこれ、なんだこれ、おお、
暑いな。あったかいよ。ちなみにね、今日の格好は下はね、ジャージ1枚に、ワークマンのオーバーパンツ、冬用のね、防寒用のオーバーパンツで、上は、普通のね、長袖の長 T シャツと、その上にフリースを1枚着て、さらにその上にワークマンの、これ秋物ね、裏着物の、薄い裏着物のワークマンで、グローブも、この間 XSR700 の時に散々文句言ったんだけど、あ、操作しにくいワークマン、やっぱ電熱グローブ買うかな、すんごいぴったり、いい加減な、いい加減っていうと勘違いされるとこもあるんですけど、まあね、ハンドルには手を添えてるだけで、ね、卵を握りつぶさないぐらいのねグリップあ、ここはいけないのか、こっちか、行き止まりだな、ね、なのでこの裏のね、ここの縫い目がね、この縫い目がね、いまいちね、XSR 操作するときにね、あんまりよろしくなくて、ね、散々文句言っちゃったんですけど、で去年もこれね、使ってました。去年から使ってるんですけどね、 XSR その時はでね、まだまだね、買い立てで乗る方が楽しくて、もう細かいことはどうでもいいやっていう感じだったので、このグローブに関しては何も言ってませんでしたけど、手首をね、左手首を痛めてからは、もう些細なことでもね、やっぱり気になるんですよね。時速30キロでいくとね、車がね、やっぱりね、迷惑かかっちゃうなーって乗っててね、申し訳ないなと思って。ちょうどこのスピードメーターのね、真上が30キロ。なんで、まあ、真上をちょっと超えたぐらいのスピードで走るのが、このモンキー50の実際の30キロぐらいの速度になるとは思います。今これメーター読みでほぼ30キロね。で、ここの道は40キロ規制だね。ここの店ね、道ね、よくネズミ取りやってるんですよ。ということは、ここの道までガンガン飛ばすんですよ、地元の人は。なんか今、パッシングしたんでね、久しぶりに見たね、パッシング。よく警察が取り締まりね、やってます。ネズミ取りやってんのかな？いっぱい軽トラが来るね。なんか変なことしないね。邪魔になっちゃうね。あ、ほんとね。あれ、向いてかないの？ほんとだね。向いていいんだけど。あ、ネズミ取りやっとるんだよ。おお、向いていいんだけど、向かないね。お疲れ様ね。まあ、いい方なんでしょうが、結構プレッシャー。そうだ、ちょっと写真撮ってこい。よし、ここね、一方通行なんで、一方通行なんでね、ここは押して入らないとダメです。ここはね、昔の名鉄のね、線路があったところを公園にした碧南市にレールパークっていうとこですね。はい、よっ、今日は斜めから撮ってみようか。まあいいや今日は適当、いつも以上に適当。ここはね、ご覧の通りね、線路がね、あったっていうのが分かるような公園作りしてるんで、なかなかいいものを作ったんじゃないかなって思いますよ。暑いな。ああ、暑い。もちろんね、今日電熱はね、実
的にはね、もちろん使う時期なんですけども、ね、日中は10度以下になりますからね、やっぱ使うんですけど、今はね、多分10度ぐらいもあるんじゃないかな、かなり気温上がってると思いますよ。もちろん今日ね、冬用、晩秋から冬にかけての装備なんですけれども、電熱計は一切入れてなくて、そんな装備なんですけど、やっぱり原付き遅いね。遅いねって変なイントネーションして。遅いからね、寒くない。はい、今ね、これ矢作が、正面矢作側なんですけども、いつもの、よく私のモトブログに登場してくる矢作側なんですけども、この堤防の上に上がると、どうかな。風がないんだね。まあそよ風程度の、そよ風程度ですね。やっぱり堤防上がってくるとね、風がね、吹いてるのが分かります。はい、3.6 キロポストです。まあ潮引いてるの潮っていうかね。まあ、ここ汽水域なんでね、海の水がここまで上がってくるんですけど、まあ、潮引いてるな。しかしこのモンキーのもね、この前かご、なんか入れたいね。それやってみようかな、この日。モンキー50に、50、モンキー50で行く、前かご、前かごよ。前かごいっぱいに買い物を、てみたぞ、ツーリング。それやってみようかな。重たいもんだけどね、乗せるとハンドリングにかなり影響が出てしまうと思われるんで、まあ、軽めのものだね。まあ、軽すぎると飛んでっちゃうからね。今ここネットないんで、鉄橋のこのサイズのネット、網ネットみたいなものがね、まあ、自転車用とかなんかあるとは思いますけど、今まだ探してないんで、飛んでいかないようにしなくちゃ。お前かごいっぱいに買い物しちゃいましたツーリングというか、ねえ、それやってみようかな。原付 50cc でそれはなかなか大変だな。距離走るのが大変だからな。なんか考えよう。当然遠くまで走れないわね。市内もしくは近隣の街で何かお買い物をする。そんな用事ねえな。